こんにちは、翔太です。今回はですね、皆さん後悔するなよっていう話をしていこうかなと思います。ですね、戦記軍記、第2シーズンかな、こちら本日までとなっておりますので、皆さんですね、やるの忘れないようにしてください。コンテンツ終了12月10日の23時59分までとなっています。時間はですね、ちょっと変わりましたよね。何時だったっけ、これか。今日のまあ23時30分ですね、までにまあ参加するっていうのがまあタイムリミットとなっておりますので、まだ午前中だと思いますので、この動画上げたタイミング、皆さんですね、やるの忘れないように気をつけてください。いや、これですね、忘れるとですね、何が良くないかっていうと、ここですね、この思想ですね、式言セットの、思想手に入りますので、ちょっと前回の戦記軍記で取り逃した方は、もう無理に揃える必要はないと言えばないんですけど、とはいえ二次思想ですね、逃すっていうのはちょっと残念な感じになっちゃうかなと思いますので、皆さん取るのを忘れないようにしてください。私もですね、式言セット、揃いましたので、ちょっとつけてみたらですね、HP5700万ぐらいから5900万ぐらいにまで上がったので、この思想だけでもですね、案外 HP 上がりますんで、皆さんやるの忘れないように気をつけてください。ですね、私一応、ちょっと一番弱いアカウントはもう諦めましたね。ちょっと正直言います。初日に動画上げて、今日初めてその次やりました。全然ですね、やるタイミングはあったな。やる気が起こらずですね、今日になってしまったんですけど、初日はですね、やっぱり、多くの方がやっているような印象を受けたんですけど、今日ですね、私がやった感じはですね、結構そもそもマッチングするまでが大変だったので、皆さん急いでやりましょうって言ったら意外とマッチングするようになるかもしれないですけど、ちょっとですね、皆さん後悔しないように、一応ある程度 MRC のキャラクターとか持っているサーバーっていうのは、全部ですね、思想を取ることができたんで、皆さん忘れないようにしてください。で、私がですね、ちょっとやりながら思ったこととしては、一人でもですね、ある程度、落葉まで突き進むことができるようなサーバーであればですね、特に問題なく、やっていくことができたんですけど、他の方にですね、落葉を通ってもらうっていうのは、頼る、ように思っているようなサーバーの場合はですね、結構苦戦しました。っていうか、落葉を自分で取れるサーバーもちょっと苦労したんですけど、何に苦労するって、一応5人いるとですね、最初、自分の城1個あると思うんですけど、割とですね、近くに、他の方の城があるパターンっていうのがあるんですね。左上に当たると、なんか割と、上下に、他の方の城が、最初の城があったりして、ポイントの取り合いになっちゃうんですよね。結構それが苦労しました。皆さんですね、割ともう進行できるところは進行していくっていう風な方が、私もそうなんですけど、多いのかなという風に思う中で、そこ進行されたら私次のポイント取れないんだけどみたいな、ことが多発しましたので、8ポイント取るのが結構苦労しましたね。戦力的に別に取れないわけではないんですけど、他の方にポイント取られちゃって、8ポイント取れないっていうのが結構あったんで、その場合はですね、無理やりドクロマークついているところを無理くり攻めて、なんとかそこを死守して10ポイント、8ポイント獲得っていう風な感じでやっていました。ちょっと、それをやるとですね、ただ他の方にも迷惑かかっちゃうんで、ドクロマークのところを取る。しかも私の城隣接していないにもかかわらず、ドクロマークの城取りに行ったりしていたんで、それをするとですね、周りの方にそのドクロマークから進行されていくっていう風な感じになってしまうので、結構ですね、迷惑をかけながらやっていたかなと思います。なのでチャット一応あるんで、ちょっと初めての方々であれですけど、一応コミュニケーション取りながら、8ポイント取らせてくださいとか言いながらやった方がいいかなというふうには感じました。ちょっと私はですね、一回もチャットはしなかったんで、仲間やけど殴り合いみたいな状態になっていて、しかもちょっと楽よ誰かに頼っているせいで、誰か楽よ言ってるかなみたいなのをかなり確認しながらやることになりました。
ましたね。誰も行ってないやんみたいな時も結構ありましたので、なかなかですね、まあ、最低2回やらないと、取ることできないんですけど、2回で終わらないパターンも結構あったりしたので、皆さんですね、今のうちにやっといた方がいいのかなというふうには思いました。まあ、戦記軍記もですね、今日、まあ、今日日曜日なんで、今日やる方も多いかなと思うんですけど、戦記軍記と、戦記軍記とですね、もう一つ、戦記無双ですね、失礼いたします。戦記軍記と戦記無双、これら2つですね、やられる方っていうのは結構いらっしゃる。同時にできないので、これなるべく戦記、無双の、時間にですね、被らないように戦記軍記はやった方がいいかなというふうに思います。まあ、調教始まった後はちょっとログイン率増えるんじゃないかなと思うんで、もしかしたら12時15分から12時45分ぐらいが狙い目なのかもしれないですけど、皆さんですね、やるの忘れないようにしてください。まあ、これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。